こんにちは、すみやです。今日はドワーフ3のね、月の比較をしてみたいと思います。前回はシースター S50、S30、ドワーフ3で比較してみたんですが、シースターはね、ライブビュー画面の映像なので、どうしてもね、ドワーフ3のスタックした画面に比べると少し粗が目立つというか限界があったんですが、まあ将来的にはね、シースターも月でライブスタックができるようになってくれるといいなというふうに思っています。シャープキャップ 4.1 もね、太陽、月、惑星ライブスタッキングが使えるので、月をね、非常に高解像度で捉えることができるので、そういう機能がね、すでにドワーフ3には事実上入ってるということですね。で、この機能が他のスマート望遠鏡に入ってるかどうかは、ドワーフ3だけなのかもしれませんね。ドワーフ3の非常にね、優れたポイントの一つですね。月をライブスタッキングできるということは、惑星もひょっとしたらライブスタッキングができるかもしれませんね。ドワーフ3の映像の比較で、最初に500分の1秒でスタックしたんですけれども、それはね、ちょっと暗いなと思ったので、400にしてみました。で、400でも若干暗いなと思ったので、320にしてみました。そうするとね、ちょうどいい感じに映ったんですが、400と320のね、比較を今日はしてみたいと思います。スタック枚数が同じになるように、そこだけ切り出してみました。21枚から23枚ぐらいまでのところを切り出してみました。実際に撮影した枚数を見るとね、100枚を両方とも超えていました。なぜかね、400分の1秒の方が少し多いんですが、まあ数枚の差ですけどもね。スタック枚数がね、50枚を超えるところまで行っても、やはり260枚のうちの52枚だったりするので、だいたい5分の1ぐらいの割合でスタックされているような感じですね。写りのいいもの2割をスタックしてるっていう感じになるのかもしれません。だいたい400分の1秒と320分の1秒で22、3枚でもね、やはり100枚ちょっとですから、だいたい2割ぐらいですね。まあそれ以外のものは解像度が低いので、スタックしないという機能があるんだとしたら、これはすごい機能ですね。それからスタック枚数が5枚ぐらいと、それから20枚ぐらいと50枚ぐらいの3つの種類がね、320分の1秒で撮影したものがありましたので、その比較もね、やってみたいと思いますので、それではご覧ください。どうぞ。いかがでしたか？やはりね、400分の1秒だとちょっと暗いイメージがありますね。デフォルトのままでやると400分の1秒はちょっと暗いかなという感じがするので、320分の1秒の方が少し明るく、コントラストも良くなるような感じですね。ドワーフ3の推奨では400分の1秒から240分の1秒の間だったので、320分の1秒が一番ね、シャッタースピードとしては最適なのかもしれませんね。皆さんもいろいろと試してみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えい、えいと。